今回は簡単なミディアムヘアのセット3つご紹介していきたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、タイトルの通り超簡単なミディアムヘアセットを3つご紹介していきたいと思います。前も1回髪の毛のヘアセットの動画を上げさせてもらったんですけど、その頃から結構もう伸び散らかしてまして、すいません、もう今風呂上がりの状態なんでびちょびちょなんですけども、今の状態がこんな感じです。でパーマヘアなんですけども、大体長さがミディアムっていうことで、最近ヘアセットの、ね、レパートリーが変わったので、ちょっとそちらをお伝えしていければと思いまして、動画の方撮らせていただきました。濡れた状態だとパーマがうねうねなんで、本当アメリカンコッカースパニエルみたいな状態になってますね。今回のヘアセットなんですけども、3種類ご紹介させてもらうんですけども、一応テーマとしてはめちゃくちゃ簡単、超簡単っていうところでいきたいと思います。僕は美容師ではないので、こう、細かく、コテを使ってとかそういう形でもやらないし、30代男性として簡単に、なおかつやっぱり清潔感のところをちょっと大切にしていきたいと思っているので、簡単で清潔感のあるヘアセット3選、ちょっとお伝えしていきたいと思います。まず1個目、センターパートでいきましょう。はい、ジェルをこんくらいですね、結構多めに手に取ってびちょびちょに伸ばします。で後ろの方から揉み込むように僕はつけていってますね。でドライヤーしてないじゃんって思うと思うんですけど、そうなんですよ。ミディアムヘアで完全にドライしちゃうと、こう毛束がなかなか出なかったりとか、セットがすごく大変なので、僕はもう最近こう濡れ髪、半タオルドライくらいでもうすでにジェルつけてセットしちゃってますね。その方がパーマも綺麗に出るので個人的にはおすすめです。ちょっとモニターでやってるから全然真ん中がわかんないですか、合ってるのはこんな感じですね。で後ろに多めにジェルつけて、それを前にちょっとずつ伸ばしてくる感じですね、揉み込むように。で結構長い髪だとここのトップが潰れてくるので、ちょっとふわふわっと手ぐし入れてあげて、前髪のところは残ったジェルで、ほぼ完成。めちゃくちゃ早くないですか。はい、こんな感じですね。ドライヤーのところはちょっと省略しちゃってるんですけども、もうほとんど変わんないです。でジェルのいいところは濡れ髪の質感をそのままパキッと固めてくれるんで、そこが個人的にはお気に入りですね。で1日長い時はここからスプレー、ケープだったりちょっと固める系のものをやれば、もうほんと1日持ちますね。こんな感じです。はい、ちょっと2つ目サクサクご紹介していきます。はい、洗ってきました。この撮影の何がきついってね、一回一回洗うのがきつい。 A few moments later. はい、2つ目なんですけども、さっきとは打って変わって七三に近いような片方耳にかけてちょっとパキッとしたスタイルにしていきたいと思います。今回もなんですけども、ドライヤー使わないっす。僕は最後の最後の仕上げでドライヤーするくらいで、タオルドライを結構しっかりめにやっていってください。これくらいですかね。毛先がちょっと乾いてきたくらいで
もう一気に髪の毛取っちゃいます。はい、大まかに取ったところでさっきの同じジェルを、これもさっきと同じくらいの量ですね。またビシャーっとやりまして、この後ろからつけていきます。でジェルをつける時のコツなんですけども、さっきお伝えした乾燥させすぎない、ドライヤーで乾燥させすぎないっていうのと、指をうまく手ぐしで、この指の間にジェルつけた時で手ぐしでしっかりとつけていくと結構楽につけれます。毛束もきれいに出るんで。はい、ジェルは時間が経てば経つほどどんどん固まってきちゃうので、ただその半固まりくらいの状態でうまく形を、なんていうか、こういうふわっとさせたいところとかふわっと置いておけば固まってくれるんで、うまくそれを利用して僕は作ってますね。はい、こんな感じでしょうか。本当はね、刈り上げをもっと上まで上げたいんですけども、ちょっと伸ばしてるんで我慢中です。はい、でドライヤーも、これもちょっと省略しちゃうんですけども、ドライヤーをこっから軽く固めたいときはドライヤーをかけてジェルを完全に固めていきます。はい、じゃあ3つ目、次はラフなオールバック、最近僕がハマってる感じなんですけど、ラフオールバックみたいな感じのをちょっと最後にお伝えできればと思います。よいしょ。はい、じゃあ最後に、ラフなオールバック、もう略してラフオールバックと呼びます。ラフオールバックの髪型で最後終わりたいと思うんですが、また濡らしてきました。ちょっとびちょびちょすぎた。はい、3つ目もなんですけど、もうこの時点でドライヤーしません。最近ドライヤーしません。作り終わってからドライヤーしてるくらいですね。その代わりタオルドライは結構しっかりめにやった方が楽です。でパーマも綺麗に出ます。はい、今回もまたしてもジェル。本当にね、僕は面倒くさがり屋なんで、結構僕でできればみんなできると思うんで、本当に真似してみてください。でも、まあ、30代でミディアムヘアの人って少ないかもしれないんですけども、まあ、30代近辺の方でもいいと思うんですけども、結構僕はヒゲ、パーマ、ロンゲみたいの好きなので、女子受けすっごい悪いんですけども、またしてもジェルで手をビチャビチャに、この指の股っていうのかな、ところに僕は結構丁寧につけますね。これもまた後ろから前に揉み込んできて、軽い6対4くらいのところかな、一回分け目作っといて、ちょっと耳にかけつつ、その全部真上に来るオールバックじゃなくて横にも流しつつのオールバックの方が、なんていうのか、怖くないオールバックというか。はい、でさっきも話したんですけど、ジェルって触ってるとどんどん固まってくるんで、固まり待ちです。僕結構パーマヘアなんで、こうビタってなるよりもちょっとパーマの質感出したいんですよ。なんで上はちょっとトップのところはふんわりさせたいので、ジェルが程よく固まってきたところで耳にかけて軽く押さえていく感じですね。で最後に結構固まってきたなっていう段階で、手にも残ったところでこの前髪のところを押さえ込みます。これくらいで十分ですね。でパーマが結構ヒョン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 出てくるんで、固まり始めたらそれをうまく固めて完成ですね。でこの後に僕はドライヤーを弱風で、全部の髪型に言えるんですが、弱風で固めてってる感じです。ふわっとさせてるような感じになります。
はい、いかがでしたでしょうか。3つ今回ご紹介させてもらったんですけども、どれも大体5分くらい作っちゃってます。もちろんドライヤーの部分はしょってる部分はあるんですけども、ドライヤー言っても1分くらいで固め終わるので、かなり時短でやってます。特になんで早いのかといった時に、やっぱタオルドライ入りをしっかりやって、その後のジェルのセットっていうところが大きいですかね。ワックスだったりとか、まあ、グリースも同じようにやるんですけども、ワックスとか使っちゃってたりとか、するよりもジェルの方が圧倒的に濡れ髪は作りやすいので、そういったところでうまく時短してますね。あとはファッションだったりとか、その日の TPO に合わせて髪型いつも変えてるんですけども、最近ぐらいのミディアムヘアだとやっぱりセンターパートが多いんですけども、こういった感じでちょっと上げてアップな感じにすると気分も変わったりとかするので、個人的にはおすすめです。外出自粛でお家で過ごされてる方多いと思うんですけど、まあ、その中でもやっぱ部屋着でいる状態だったりとか、髪の毛も寝て起きてからそのままの状態の方多いと思うんですけども、まあ、しっかりとこういったケアして、かっこいい大人の男性像をちょっと一緒に作っていければと思いますので、頑張りましょう。はい、そんな感じで今回の動画はいかがでしたでしょうか。結構ヘアセットとか髪型とかって、こう僕も YouTube とかでよく調べたりとか、いろんな雑誌見て参考にしたりとかしているので、ぜひ皆さんの参考になれば幸いです。ぜひ今回の動画が良かったとありましたら、高評価やチャンネル登録何卒お願いします。はい、そんな感じでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。Part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive.